システムキッチンの引き出しの一部の表面が剥がれたまま5年ほど経過。今回ダイソーで購入したリメイクシートを使い補修してみました。とりあえず綺麗にするか。綺麗にして。
色味の多少の違いがありましたが、細かいことは気にせず100均のダイソーで購入したリメイクシートを剥がれてない部分も残したまま上から貼ってみました。シート自体に厚みがあるので、割とうまく隠せられたように思います。破れたままより良かでしょ？じゃーん！